皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではラッシュ&ドリーム続きからやっていきましょう。あれ、二重丸ができなくなった。そろそろ消灯時間ですね。電気消しましょうか。あ、ちょっと待って、あなたに見せたいものがあるの。あ、チビメータンかな。私に何ですか。ほら、これ手のひらサイズのぬいぐるみ。あ、メータン。わー、色まで全く同じだね。メータンをそのまま小さくしたみたい。このぬいぐるみどこで見つけてきたの。早川さん、この子を好きになるか。今日買い出しを頼まれて町まで行ったんだけど、ちょっと寄り道した雑貨屋さんにこの子がいたの。一目見てもうびっくりして思わず買ってきちゃった。あなたにあげるわ。え、いいんですか。ええ、そのつもりだったし、そんなに喜んでくれてるしね。ありがとうございます。じゃあこの子は今日からプチメータンです。きっと離れ離れになってたメータンのお友達なんだよ。出会えてよかったね。その割にはサイズがね。見て見て、並べてみたらなんだかメータンも喜んでる感じしない。うん、こんなことではしゃいじゃって。あなたって本当に小さな子供みたいね。綾川さん、そこは原さんみたいにさ。でもまあ、あなたが楽しいならいいか。あれ、ちょっとだんだん心を開いてくれているような。あ、いけない、消灯時間過ぎちゃったかも。さあ、寝ましょう。あ、この回はこのプチメータン私のものにできんだ。じゃあ今日から新しいというか、我が家に新しく参加したプチメータンが明日から一緒にいるのか。明日うるさいな。今日もそこそこ疲れたな。また明日も頑張らなくっちゃね。おやすみなさい。今回で最後の夢パートかな。あー、もう朝で、なにこれ。え、ここどこ。どうして私鎖につながれてるの。やばい、仮面ライダーみたいになってんじゃん。こんなところに来た覚えないよ。ようこそ、俺の超時空戦闘母艦ライノボールの牢獄へ。牢獄。なんで捕まった覚えないよ。どうなってるの。まさかお前私の寝込みを襲ったんじゃ。覚えてるわけないでしょ、君が寝てる間にさらってきたんだからさ。このゲス野郎、寝てる間に。嘘、この変態、痴漢、誘拐魔、女の敵、私が成敗してやる。うるさいな、もう。最後の誘拐魔だけでしょ合ってるの。全部だよ、お前の場合は。どうやらお前の仲間がここに向かってるみたいだね。仲いいじゃない。嬉しい。もしかして水木さんだけってことないよね。本当？みんなが助けに来てくれるんだ、よかった。安心するのはまだ早いよ。君がいないと必殺技は使えないんでしょ。無事にここまでたどり着けるはずがないよね。みんなを信じる。なんでユータが出てきた。どうしようかな、この場面だと上だけど。知ったことか。私は水木さんを信じてる。そんなことないもん、水木さんの力を信じてるもん。絶対助けに来てくれるもんね。今日こそあんたを倒してやるから覚悟してなさい。あ、ちょっと
今通信切ったでしょ。一人にしないでよ。はあ、言ったのも水木さん助けに来てくれるよね。ああ、この先どうなっちゃうんだろう。水木さん、その声は。ああ、水木さん。やっぱり君か。ああ、無事でよかった。心配しましたよ。水木さん、助けに来てくれたんですね。他のみんなは一緒じゃないんですか。僕一人です。あら、いつもの遅刻かと思って助けに来るのが遅くなってしまいました。すみません。よかった、みんなを信じなくて。水木さん、嬉しいよ。ほら、じっとしてなさい。今この枷を外しますから。外れた。水木さん、ありがとう。怖かったよ。なんです、君らしくない。さあ、行きますよ。だって私もう少しで解体されるかと思ったんだもん。はい。あれ、水木さんどうして赤くなってんだろう。ひょっとして私のこと。え、真ん中じゃない？ひょっとして私のこと。で、やだ、私パジャマのままじゃない。え、どんなパジャマ着てたんだろう。こっちです。はい。でも水木さん、どうやって地球に戻るんです。よく来たね、地球からここまで。あ、そうだ、そもそもどうやってここまで来たんですか。博士の開発した戦闘機、ルドルフウィングですよ。二人乗りだから心配しないで。この先のドックに止めてきました。ここを左です。説明しよう。おい、ルドルフウィングは宇宙空間を飛ぶことができるんだ。どっから声すんの。あった、どうして戦闘機が宇宙を飛べるかは聞かないでくれよ。秘密なんだ。いや、そんなことより、お父さんどっから、お父さんというか博士、どこから声がするんですか。なんで博士の声が聞こえんの。いつも思うんだけど、博士って誰に説明してんだろう。まあいっか。あ、やっぱり仮面ライダーじゃん。ショッカーみたいなのいっぱいいるよ。逃げたのバレちゃった。後ろから追ってきます。こっち。あ、やら、前からも来た。くそ、囲まれたか。水木さん、SR ウォンがあれば私も変身して一緒に戦えるのに。このままじゃ水木さんまで捕まっちゃう。水木さん、私に構わず逃げてください。君を助けに来たのに一人で帰れるわけないでしょ。何があっても君は逃がしてあげます。僕の命に変えても。水木さんが死んじゃ意味がないんだよ。もし水木さんが死んだら私も死にます。嫌です、そんなの。水木さんも一緒じゃなきゃ絶対に嫌。水木さんが戦うって言うなら私もここに残ります。まったく、変身していない君にはこの戦闘員だって倒せないのに。無茶を言わないでください。だって水木さんのためなら私死んでもいいもん。水木さん、お願い、逃げて。君のいない世界に僕だけ生き残ったって仕方がないでしょ。君さえ生き延びてくれれば僕は安心して死ねるんですよ。やら、死ぬなんて簡単に言わないで。水木さん、水木さん、私のことそんな風に思ってくれたんだ、嬉しい。これさ、取り囲んでるショッカーもどきはどういう表情で見てるんだろう。おい、請求戦隊、どんな時でもこれ組んだね。ルドルフレンジャー。君のいない世界に僕だけ生き残ったって仕方がないでしょ。君さえ生き延びてくれれば僕は安心して死ねるんですよ。もうそこはピックアップしないで。水木さん、私のことそんな風に思ってくれたんだ、嬉しい。
あれもしかしてみんな来てくれた？間に合ったか。二人とも大丈夫か？赤澤さん、みんな来た。慌てて出ていくから彼女の SR フォン忘れたでしょ。ほら。ありがとう、アツシ。ありがとうございます、キサラグズさん。これで変身できる。もうちょっと待っててやってもよかったんだけど。あら、ユータ、空気読めるじゃないの。富士さん、それどういうことですか？暑かったダーニー。今にも抱き合いそうな雰囲気だったダーニー。お前は面白があるな。やだ、もう何言っちゃってるんですか。続きは地球に戻ってからにしろよ、今は。はい、そうします。この船のブリッジへ行きましょう。キラークを倒します。つまり今日でキラークとの戦いが決着がつく。かかと落としの刑だ。みんなにパジャマ姿を見られた恨み、かかと落としで晴らさせてもらうわよ。さあ、もう逃げられないぜ。悪の御曹司キラーク、俺たちがお前を倒す。なんなのさ、どうしてここまで来れるんだよ。戦闘員の役立たずめ。頭脳プレイで悪を断つ、ブラックルドルフ。あ、これ毎回やるんだね。熱い情熱で悪を断つ、ブルールドルフ。華麗な技で悪を断つ、シルバールドルフ。余裕の笑みで悪を断つ、イエロールドルフ。ダーニー、強胆な技で悪を断つ、レッドルドルフ。無限のポテンシャルで悪を断つ、ピンクルドルフ。聖球戦隊ルドルフレンジャー剣山、全身全霊をかけて地球は俺たちが守る。今回は最後なのでね、私も彼らの言葉を聞きましたよ。行きますよみんな。必殺技スーパーサンライズウィニングショットです。こんな狭いところで大丈夫なのかな。大丈夫かな、私たちを巻き込むんじゃない。ああ、そんなバカな。クソ、こうなったら脱出だ。うん、整備班、キラークジェットの発進準備、急げ。なんか新キャラ出たと思ったら、あ、これコンガワくんか。確か皆川さんが声当てて、皆川さんの漢字をちょっと曲げて、昆布の昆に川で今川くんにしたんだよね。懐かしいな、どっちがどっちかわかんないけど。キラークジェット大破、発進不能。これはわかんないわ。なに救命ポッド、ゼリーフライヤーなら一機発進可能ですが。なんか弱そう。ゼリーフライヤー一人乗り。あ、ちょっと待ってよこの野郎、一人で逃げる気かよ。いや、一人でってさ、どっちかを犠牲にするんだよ。どうすんの、コンガー君とタクーマだっけ。やった、とうとうキラークを倒した。いえ、脱出したようです。いつの日か再び僕たちの前に現れる可能性も否定できません。ならまたやっつけるだけ。それならまたやっつけるだけです。それが私たち
ルドルフレンジャーの使命なんですから。というか私たちも逃げよう。いけない、この船が爆発する。急いでルドルフウィングで脱出します。おう、王子一人しかいなかったよ。誰？長いな爆発まで。水木さん、話って何ですか？キラークを倒して地球の平和が戻ったことだし、一言言っておきたいと思いましてね。え、何でしょう？もしかして、もしかするの？何を緊張してるんですか？君らしくない。え、だってわざわざこんなところに呼び出すなんて、ちょっと BGM がロマンチックじゃないけど、ひょっとしてキラークの母船の時の続きかなーって。さすがに君は察しがいいですね。あの時思い知りました。キラークがいなくなろうと、この先どんな危険が人生には起こるのかわからない。それなら一緒に歩んでいきたい人にはそう伝えないとね。水木さん、僕と一緒にこの平和な世界を生きてくれますね。当たり前じゃないですか、そんなの。私でよければ喜んで。よかった、僕のシナリオ通りに行くか心配だったんですよ。君はシナリオ通りには動いてくれない人ですから。はは、すみません。え、水木さん、手つないでくれてる。じゃあ一緒に行きましょう、僕たちの明日へ。はい。そこはスチールが欲しいよ。なんか流氷バッグにさ、繋がれた2人がいて、両端に2人の顔が、照れた顔が出てくるっていうんじゃないのかな。3月6日選抜大会まであと1日だけど、ほんと欲しい時にスチールって来ないな。夢だったんだ。ああ、思い出しただけでも照れちゃうよ。水木さんに一緒に歩んでいこうなんて言われちゃうなんて、ひょっとして無意識の願望が夢に出てきたとかって。違うよ、水木さんにはいろいろお世話になってるし、とても感謝してるだけだよ。そう、夢は夢、舞い上がるな私。さあ気持ちを切り替えて起きよっと。よし、今朝は水木さんと自主トレだもんね。頑張らなくちゃ。水木さんはと、あっちゃー、水木さんも起きてるよ。失敗した。おはようございます。遅くなっちゃってすみません。気にしないでください。野鳥を観察しているのも面白かったですから。あ、水木さんの顔見たら今朝の夢のことを思い出しちゃった。やだ、あれは夢なのに水木さんの顔まともに見れないよ。あの、何をそんなに恥ずかしがってるんです？僕まで照れてしまうじゃないですか。ああ、じゃあごめんなさい。始めましょう。準備はできてますね。なかなかいいボールです。うん、素晴らしい。わ、料理が162、他は300あるのに。今日の君は絶好調のようですね。この調子で頑張ってください。はい、やった、水木さんに褒められた。じゃあ僕はこれで、今日も一日頑張りましょう。はい、ありがとうございました。こうして水木さんとの楽しい早朝練習は終わった。今朝は完璧って感じでよかったかな。この調子で頑張っていこう。
あーレモイ、お腹空いたよ。100だけど大丈夫かな。もう、口より手を動かさないとご飯は食べられないよ。それはそうなんだけどさ、でもご飯作ってくれてた人が全員風邪で倒れたからって、なんで私たちがご飯作らなきゃなんないの。おやかないの。お昼は臨時の人が作りに来てくれるんだから。早川さん、じゃがいもの皮そんなに厚く切ったらもったいないよ。鳥取さん、鮮やかな包丁さばき。確かにこの二人だったら鳥取さんの方が料理うまそうな感じ。そういえばテニスコートで子供たちにテニスを教える日に手作り弁当を持ってきてたよね。そんなシーンがあったの？前回かな？前作？あれ、そういえば吉川さんは？まさかサボってるとか、あの鬼畜メガネもいるのか。あら、私の分担である手作りヨーグルトはすでに完成しています。いや、この回あの部屋のメンバーだけ作ってるかと思ったら女子全員で作ってるんだね。てか手作りヨーグルトってすごい手際の良さですね。ま、味はどうかな。時間が余ったものですから、ゴーヤとヨモギ、ケールなどもそれに加えてみました。ちょっと待ってよ、イヌイ汁じゃなく吉川ヨーグルトになってんじゃん。やめてそういうの。なんでそんな余計なもの入れるかな。青汁作ってんじゃないよね。打足じゃん。青物の下ごしらえは終わったわよ。あとはよろしくね。おかず期待してるから。そんな期待しないでよ。ああもう覚悟して作るしかないか。そうだな、朝は何か作る？だし巻き卵？焼き鮭？はあ、なんとか時間通りに間に合いそうだけど味は大丈夫かな。あら、ご苦労様。何か手伝おうか。水木さんが来ると思ったら大鳥くんか。ああ、大鳥くん大丈夫よ。もうちょっと待ってくださいね。ああ、もうほとんどできてるんだね。ちょっと味見よ。もうそんなことするキャラには見えないのに。ほん、ああ、つまみ食い、お行儀悪いですよ。ごめんごめん、お腹空いてたんでついね。ところでこれ100以上あるからは大丈夫だと思うけど、まあそこそこな感想だよね。これだと、うん、悪くないよ。合宿の食事なんだし十分なんじゃないかな。なんか下の2行いらない。悪くないか。もっと料理やっておけばよかったかも。こうしてこの日の朝食は終わった。さて、もうすぐ午前の練習だ。張り切っていくぞ。よく寝た。なんだか体も軽いみたい。あ、カルピンイベントだ。ルドルフ行こう。セールドルフに行ってみよう。まあなんか合宿所のコートと同じ感じがする。はあ、やっぱりすごいな、ルドルフは。みんな熱心にスクールで練習してる。あ、ここスクールだったんだ。おい、お前、どこから入ってきたんだ？あ、ユータ。てか、この鳴き声あると思わなかった。まさかお前も水木さんが連れてきた補強組ってわけじゃねえよな。いや、さすがにそこまでやんないよ。まずラケット持てないし。面白いことを言いますね。そんなことあるはずがないでしょ。しかし、データを取るのは面白そうですね。何かのプレイに活かせるかもしれません。
やら、なんか怖いこと考えてる気がする。まさか私にスマッシュとか当てたりしないよね。嘘でしょ。水木さん、私猫なんです。ほら、よく見てください。声楽の菊丸くんの動きはまるで猫のようだと思いませんか？いい研究ができそうです。あ、カルピンから菊丸先輩のデータを取ろうとしている。ダメダメダメ。なんか赤ちゃんが泣いてる風に聞こえんな。ユータも言ってください、猫にテニスは無理だって。そうですか、水木さんが言うならそうなのかも。じゃあ俺用意してきます。何を？ガーン、ユータまで。こうなったら逃げるが勝ちよね。ごめんなさい。はぁ、なんとか逃げられたかな。ユータも水木さんも冗談が過ぎるよ。ルドルフの人たちってテニスに真面目すぎるところがあるのかも。それにしてもどうやったら元の私に戻れるのかな。困った困った。ああ、なんだか眠くなってきちゃった。はい、お待たせいたしました。黒猫ヤマトの宅急便でした。いやー、猫関係やってると猫が来ますね、なんてね。戻る方法を考えるのは後でもいっか。今は少しだけ眠ろうかな。すーす。あ、ここって合宿所の裏庭だよね。なんか夢見てたような気がするんだけど思い出せないな。って悩んでもしょうがないし、もう起きよっと。はあ、今日もいい天気だな。春眠暁を覚えずとはよく聞くけど、初めて目の当たりにしたわ。あ、これって原さんのやつのあれかな。あ、早川さん、私は別にサボってたわけじゃなくて体調を整えたんだよ。確かにアスリートの休息は必要ね。でも他人にあまり隙を見せない方がいいわ。私って隙だらけなの？私から見ればね。そんなに隙だらけじゃ他人から舐められるわよ。気をつけますよ。なるほど、今度から気をつけなくっちゃ。舐められたら嫌ですもんね。そうそう、上には媚びを売り下からは舐められずっていうね、そういう社会のルールみたいのもありますよ。そうね。あ、そろそろ練習の準備をしないと。じゃあここで失礼します。じゃあね。あれは仲良くなったと言えるのだろうか。中学生の会話は分かんない。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。